さあ、JR のですね、うん、大阪城公園駅に着きましたけど、ここはもう大阪駅からもすぐですよね。もう環状線ですぐですね、大阪城公園駅ね、はいはい、で、ここから会場、大阪城ホールもすぐなんですよ。あー、そうだね。すぐ直線に歩いたらすぐです、うん、ね、行きましょう行きましょう。行きましょうよ、もう本当にね、分かりやすいですね、そうなんですよ、迷わない。じゃじゃーん、 6.19 決戦の地、大阪城ホールはJR 大阪城公園駅から徒歩3分。道もまっすぐ歩けばいいだけだから気楽に来てよね。いや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 、もう本当に駅からすぐです ね、 ね、一本道、もうだから徒歩3分ぐらいですか、ね、それぐらいについちゃいますね、近い近い、ね、さあいよいよもうね、この入り口のね、お見えてきましたよ、ほら、いろんな見えてきた、やっぱりあれじゃないですか、ね、戦いをね、やっぱりこう決戦の場なわけですか、ね、ちょっと会場見ただけでレスラーの方テンション上がっていましたね。上がんの上がんの、本当に上がんの、そうなんですか、うん、そうみたいですよ。もう俺たちね、体幹の形とかさ、うん、控室の形でさ、はい、もう記憶がすぐにもう蘇るから、そうなんです、燃えてくんの本当に、体幹フェチみたいなもんですよこれみたいなもんですよ、体幹で興奮しちゃうんですよ、だから、まあ、そうっちゃそうなのかもしれないですね、そうか、あんまりないですよね、体幹見て興奮しちゃって、それ気持ち悪い方だね、それ気持ち悪い方だやっぱりね、あでも燃えるものがあるんですよ、ね、うん、それはあるでしょ、やっぱここで ね、ここグッズ売ってました、たくさん、あ、そうか、見に来られたんですよね、売ってました、でギリギリで入っちゃったから、はいはい、欲しいサイズの T シャツがなかったりしてだから、あ、早めに行かなあかんのやなと思ったんですよね。今年は誰の買うんですか、グッズ、もちろん、言ってる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 、うん、どうしようかな、おい迷ってんのかお前なんで迷うんだお前ここまでの撮影全く無意味だろお前どうしようかな、なんだお前、内藤さん、内藤さん、内藤さん、もう早速だからさ、まあこの下見はできたじゃんか、はい、マクド食おう、マクド、マクド近くにありますもんね、あるでしょ、マクド食いに行こうよ、そうですね、なんか頑張ろうと思ってマクドできましたね、マクドしばきに行きますか、ああマクドしばき、マクドしばく、しばかしばか、あったかな、まあ、マクドしばきますか、よいよ、チャオしばくか、あれはそう、チャオしばくってねというわけで、会場近くの IMPベロにあるマクドナルドに潜入、今年も新日本と何かコラボやってるのかな、いやー、もう今年もすごいな、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、でかい、でっか、量がすごい、わーわー、ありがとうね、ありがとうございます、いや、もういつでも来ちゃうよ、もういつでも来ちゃうからもう、1年ぶりで、ありがとうございます、ね、そうですよね、昨年も、前回前回お世話になりまして、笑顔が素敵、ね、やっぱりどうですか、昨年もお客さん、たくさんプロレスファンの方が来ていただきました、はい、もうすごいたくさんの方ご来店いただいて、だろ、パネルも好評でして、はい、皆さん、あの写真撮られてました、そうですよ、パネルがたくさんね、ねえ、あったもんね、岡田選手と AJ のね、そうそう、岡田 AJ と、そうで、また俺いないねいないね、俺これ見て、バーン、この厚さ見て、これやばくね、これやばくね、ほら豪快に行きました、これはなんか似合ってますね、真鍋選手ね、やばい、やばい、メガマイク似合いますね、これうまいわ、うん、いや、美味しい、あ、はい、どうも、お世話になりました、はい、このステッカー配っちゃってもらっていい？ OK です、ね、ここにさ、来店したね、うん、このマックをさ、マクドだね、マクドをさ、楽しんだ後にねどっちでもいいんですよ、ね、これをさ、配ってもらったらいいから、はい、お待ちあります、本年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、いろんな、こう、やってるんですか、また今回我々も、はい、新日本プロレス、応援しております、はい、ありがとうございます、サポート、2つ考えておりまして、はい、まず一つはですね、はい、今手元にございます、こちらのポテトの無料系なんですけども、はい、はい、はい、これ大崎タイリア、56店舗で、もう配ってるんですけども、毎週の、土日11時から14時、はい、先着100名方に、配っております。で、ソース10万枚。本当ですか？10万枚。今絶好調でございます。ありがとうございます。5月の初めからやってるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さらにもう一つなんですけども、はい、こちらなんですけども、はい、はい、まずこちら、ドミノ6年地球。ドイツの大会ポスター、はいはい、56店舗全て掲載しております、うん、あ、そうなんですか、ここにもね、たくさんやってますけど、他にも、はいはい、さらにですね、はい、シーモプロさんとマクドの、うん、コラボの、はい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 、ポスターこちらもですね、全て掲載しております、はい、我々これからも、シーモプロさん、応援していきます、はい、頑張るぞ、あ、なんだ、なんだ、なんだお前ら、さっき覚えたような、その全然合ってねえからお前ら、マクドナルドでも大阪デートのプロモーションを撮影、ねえねえ、今度はもっとデートっぽいとこ行ってみない？
いやっていうかよ、はい、人多いね。いやもう本当これはもう、ね、大阪駅の近くも梅田ですから。まさに梅田ですよ。梅田、うん、それはそうです。梅田でデートといえばこれですよ。これ有名なヘップの観覧車。あ、帰ろ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 。というわけで大阪梅田のランドマークヘップ5の観覧車でプロモーション撮影。大会当日は試合後に行くのもいいかもね。じゃあ二人さん行ってらっしゃい。行ってきます。お二人さん行きましたよ。これねどうなんでしょうか。ちょっとね、うん、楽しいですよね絶対にね。こんなのね、お前おっかねえんだからもう。ないですよ。観覧車はおっかなくないですよ。見て綺麗ですよ。うわー来た。またこの時間夕景が最高。ほら大阪駅新しくなってね。ほらスタイリッシュでしょ、おしゃれでしょ。あ、大阪城も見えるんだ。見えてっかな。あ、ものすごいよく見えますね大阪城。見てますかね真壁ですね。じゃあここからプロモーションビデオ撮りましょう。うん、何撮るの何撮るの。プロモーションビデオですよ。忘れちゃったんですか。プロモーションってあれでしょ。あの、うん、分かるよ分かる。移動しますね。私そっち側に。いやいや、いい、そっと行って、そっとに。だってデートだから迎えとる。うん、でもそっと行って。そっと、うん、危ない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 。そっと行きますよ。ダメ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 、マジでほんとダメ。なんでそっと行きました。ほんとに怖いから。固まってます。あの、ここここ手手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 。元気ですか。頑張ってる頑張ってる。頑張ってるとかな。大丈夫ですかって。なんだお前、ケジャムさんの真似してんだろって。ほらお前、バカめ、うまくいってるかも、しゃべれ。ほら、しゃべってんのかって感じで。大丈夫だ。もう次はもう、絶叫マシンしかないね。それではついに、大阪大会と真壁選手のプロモーション、妄想ならぬ妄想キングコングとの大阪デート、男性ファンもニヤニヤしてよね。おお、あ、今来た。あんなお前息切らすなよ。おい今日もお前かわいいな。おい、さあ、おい、行こうぜ。おい、通天閣見ようぜ。今日はよ、あそこ見えんだろ、大阪城ホール。あそこでよ、めちゃくちゃかっこいい試合すっからよ。おい、お前見届けろよ。せっかくさ大阪来たんだろ、すっげえ美味しいスイーツ屋さんがあんの。ほらここ、アンナカラーズコーヒー。ここのパンケーキめちゃうまいからさ。え、何プレゼント。おい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 、うわうわ、これお前が作ったの、このキーキーの鎖。すごいじゃん。ほら 今の季節さちょうどいいよね。ありがとう。うん、じゃあ早速さ食べに行こう。いや、ここ本当にさ美味しいんだよ。いや、もう一発食ったら一発だから行こう。これがさ、パンケーキがうまい店のパンケーキなわけ。俺いつもお前のことリードしてんだから、今日はさ、おい、お前が食べさせてくれよ。ほら、あーん、ほら、あーん、ほら、恥ずかしがるな、手伸ばせって。はい、あーん、はい、あーん、はい、あーん。おいおい、お前意地悪するな、おい、はい、はい、あーん。うまいね。やっぱお前がさ、食べさせてくれるとうまさ100倍だね。ありがとう。うまいよな。おいおい、お前香り何つけてんだよ。え、ピクルつけてんぞ。お前気をつけろよ、そういうとこも可愛いけどな。見てみ、大阪城公園駅、ここから会場近いんだよ。会場近いからさ、まあ、ちょっとの間一緒に行こうぜな。おう、
まあでもさ見てみな、こんな感じでさいい雰囲気だろ。お前駅から意外とさ距離あるかなと思うだろ。でもほら見てみ、もう大阪城ホールだ、近いだろ。だからお前とさこうやって話してんとさこうやって あやめろやめろお前やめろ、手つなぐなってやめろやめろって、周りファンいっぱいいんだろやめろよお前、恥ずかしいから後でいいだろお前、試合終わってからでいいだろお前。ほらお前グズグズしてるからもうついちゃったよ。あそこほら階段だろ、階段2階、これは出入り口とそれであのあれだグッズ販売してるから、とりあえず俺控え室こっちだから、あまた後だな。あえまた後で、じゃあな。おい今日の試合どうだった、なかなか苦戦したから勝った、お前すごかったろ、見ろ周り見てみ、最高だよな、お前とこうやって見たらさやっぱ気分いいよね。ああしかもさほら見てみ、誰もいねえだろ、お前と二人じゃんか、二人ですることになるの決まってんだろな。ちょ目つぶってみ、目つぶれ早く早く、ほら目つぶんないと俺手で隠しちゃうぞお前、ほらほら目つぶれ、ほらおいどうよファーストキス、どうこれ俺とお前のファーストキスだ、いいだろ、俺結構今怖いけどよ、これでお前と俺もハッピーだな。はい。よし、じゃあ今日はよな、一日ちょっと疲れたろうな。はい、乾杯。はい、乾杯。よし。どう？今日一日面白かったろ？え？何？大阪弁？大阪弁言えって。バカ、俺関東の人間だぞ。もう言えるわけねえだろ。そうだな、何かな。やっぱすっげーね合ってる？間違ってる？わかんねえんだ俺。ああまあでもよ、ああえ好きって、いやお前のこと違うよバカ、大阪のこと、大阪が好きだってことだよ。いやいやお前の方が好きだけどな。ああ今日はありがとうな、さあ食おうぜ。うまい。こんだけの人たちがいるのに横入り俺たち。いや予約。なるほどね。予約ね。言い方悪かったね。そうね。別になんかチェーン巻いた人が来たから開けてるとか。そうそう。あのそれは、ね、そういうことじゃないです。じゃないじゃない。大変だから。ね、じゃあ行こうか。ね、行こう行こう。行きましょう。熊谷さんとの旅の最後は大阪名物の串カツを堪能。JR 大阪駅の駅ビルルクアにあるだるまに潜入。はい、ということでね、はいはい、もう前にはね、うん、来てますけど、もう食べてるじゃないですか、すでに。でもね、我慢なんかできませんよ、ね、はい、というわけでちょっと店長の栗田さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。簡単にちょっと説明を。はい、はい、そうですね、前のソースが二度漬け禁止になる。あ、有名ですよね。はい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 、二度漬けのないように、よろしくお願いします。ほら、見て、ヒロコさん、はい、二度漬け禁止。ここにも書いてあるね。え、ねえ、絶対ルールですか。どうなんですか、本当に二度漬けした人にはちょっと店長が殴りかかったりするんですかね。そうですね、あのたまにバックドロップ怖い。ちゃんとプロレス技ね。じゃあここに来店して、はい、これキーワードを ね、キーワード言ったやつにプロレスファンにちょっとこちらはあのプレゼントしていただくことできますか、ね、よろしいですか。わかりました。はい、お願いします。すでにお客さんいっぱいだと思いますけども、すいません、いいですか。いやいや、もう逆にお願いします。大阪情報大会に向けて、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか？おいしい。串カツ。うまい。大阪が誇る串カツですよ。新世界にあるんですね、本当はね。実際は。はい。うん、うまいね。でも大人気なんですよ。もういつも行列。はい、というわけでね、はいはい、いろんなとこ巡ってきましたけども、うん、あの、ラミさんどうでしたか？はい、いや、楽しかったですね、今日一日ね、うん、真壁選手と一緒にデートしてる気分ができまして、これでまた試合見るときに楽しみが、ねえ、見方変わりましたか、やっぱり。はい、なんか意外なとことか、ギャップとかがまたキュンときましたわ意外と可愛いんだ、入場で見れないけど、誰が可愛いんだ、お前、そういうこと言うんじゃねえぞ、お前怖がりな
んだってところもね、それはね、否めないね。お笑いのちょっと分量多かったですね。やっぱりね、今日一日ね、いろんなやっぱ大阪、はい、うん、やっぱ大阪城ホールの大会に向けての大阪の楽しみ方、はい、それなんか伝えれた気がしてね、はい、すごく俺自身も楽しかったよね。ね、もう本当にあの真壁選手の試合もね、もちろん楽しみにしてるファンがもちろん試合もありますので、はい、最後にちょっとね、皆さんに大阪城ホール大会アピールしていただいて、はい、ね、おい、すげえ大阪城の試合おめえら見せちゃうから、おい、大阪城で待ってるぜ。お、素晴らしい大会がですね、行われると思います。そしてね、世界平和にも近づいたのでございます、うん、また次回お会いしましょう。さよなら。よし、じゃあな、待ってるよ。さよなら。世界に平和が訪れるその日まで、ミスターたちの活躍は続く。